先方公式ホームページをご覧の皆様、日本のシンドラ杉原中年物語、先方皆無役の沢木淳です。ついに来たなって感じでしたね。っていうのはね、この作品はもともと初演の時に全世界に発信できるんじゃないかなと思ってた作品なんです。でその後、売れなくて、でもリーマンショックもあったし、いろいろあったりして売れなかったんですが、ついに満を持してきたなって感じなんですね。で前回も素晴らしかったんだけど、今度またより改良しましてね、いい作品になってるので、それでこれがもしかすると日本初の初めての世界的作品になるんじゃないかなと、期待してるんですね。で実はですね、僕はもともと俳優なんですけど、最近いろいろ歌の勉強したり教える、式の時も教えてましたけど、教える仕事が多かったので、プロデューサーの川崎さんにお願いしまして、歌唱担当というか歌唱指導をお願いしたんですね。でやらせてくれるかってお願いしたんですね。そしたらやらせてくれるということで、やっぱりミュージカルでそのタモリが言ってますよね。ミュージカルでどうしてああって歌うのっていうね、言ってますけど、最近いい役者がいてそういうの少ないんですけど、リアルのあるリアリティのある歌をお送りしたいんですね。コーラスでありソロであり、そのリアルな表現ということを追求して、歌唱シーンの方も頑張りたいと思っています。で作品でも素晴らしいので、みんなの力が集結した場合には本当に革命的にいい作品になるし、なおかつ外国に売れる作品になるのではないかなと思って、ついに来たなって感じですね。はい、いや僕自身は僕の役もしっかりやらなきゃいけないということと、それから皆さんの歌をね、実は歌唱して今音取りやってるんですね。音取りで言いたいことはいっぱいあるんですけど、まず音を取ってもらって、それからその僕の実は僕ハートの合う歌とハートのない歌はどこが違うかってちょっと今研究してるんですけど、結論が出たんですね。人っていうのは感動するとどこに現れると思います？涙も肉体に現れるんですよ。筋肉に現れるんですよ。で嬉しい時に、嬉しいことありますね。例えば5億円当たった時に嬉しいって当たった嬉しいってありますね。そのつまり感動したら筋肉が変わるんですよ。で柔らかくなったり強くなったり変わるわけですね。そのところが歌になると、どうしても感動して筋肉が変わらない前に歌ってしまうというケースが多々あったんです。だからタモリがどうしてああやって歌い始めるのっていうケースがあるんですね。それをちょっと直したいと思いまして、それをちょっとやってみたいと思ってます。だから今度の仕事の意気込みは、自分の役も大事ですけど、そっちの方が非常に大事になってきますね。はい、人間って大体普通にこう生きていくわけですけど、運命がですね、岐路に立つ、この右に行くか左に行くかによって自分だけでなく多くの人が変わってしまう、多くの人の運命をこう支配する局面が来る場合があるんですよね。で彼はその局面に立ったわけですよ。その時に彼が選んだ道、僕は素晴らしいと思いますね。でもし僕がそうだったら果たしてそういうふうにできるかと思いますけど、でもこの作品を見て人はどう生きるべきかということをね、で、ほとんどの人はそういう劇的な場面に出会わないんですね。でも出会うんですよ。第二次世界大戦にみんなわーって言ったのも本当はいけないと思いながらも、ここで OK したら悲劇的なところに行く、でもちょっと怖いからやめとこうっていうのが多いんですね。だから人間っていうのは本来一人一人がそういう存在であるべきなんですよ。で分かっていながら、その傍観の悲劇ってあるんですね。傍観、そうだ、見たんです。傍観して、傍観しているうちに悲劇にガッていっちゃうんですね。それがね、彼はそこであえて選んだんですね。でそれを僕は正しいと思います。で6000人の命を助けたんですね。もしあそこでビザを書かなかったら6000人死んでるわけですよね。その6000人の人たちの子孫が生きてるんですね。でまた孫、ひ孫生きてて、なんか一説によると24万とか30万人とかなんですね。その今24万人30万人という人が存在できるのは彼のおかげなんですよ。すごいことですね。でもその岐路に立った時にそっちに書いたんですね。
まあ、同じ男としてね、まあ、まあ同じ人間としてですね、まあ、男も女も大事ですね、そういうものを、まあ、教えてくれる作品かな、だから教えてくれてると思いましたね。はい、皆無は助かったわけですね。で、まあ、冒頭でその助かった出演者の中で助かった後の唯一の出演者なんですね。それで彼がその先方に対してどういう思いでいるか、それどういうことかって言ったら、残った助かった人たちがどういう思いでいるかっていうことの、まあ、代表というか6000人を代弁して喋ってるわけですよ。だから中根さんの素晴らしさっていうのを、まあ、伝えられたらいいな。で、本当に助かったっていう、その助けてもらったっていう、それも命ですからね。もう中根さんがいなかったら存在しないという、そのイメージが伝わったらいいと思いますね。で、まあ、リアリティってことですけど、現実にリアルではない、僕はユダヤ人じゃありませんからね。でもそこで何が大事かというと、自分が感動して助かったという感動して、それを伝えるってこと。そうすれば伝わるんじゃないかな。まあ、大事な役なんで、6000人を代表する役なんで、しっかりと演じたいと思ってます。はい、たくさん喋りましたけれど、先輩は素晴らしいです。で、またこれから海外に行くその前の作品ですね。だからあなたはこれを見るということは、歴史的なそのタイム、歴史的な時間にこう出会うわけです。ですからぜひぜひ劇場の方にいらしていただきたいと思います。よろしくお願いします。